はい、今日はねこの粉塵メガネをねやってみました。はい、今日ですねこの粉塵メガネをね買ってみました。でこれ何用っていうと、このヘルメットに取り付けようなんですよね。だから作業するときにこういうメガネ式のやつだとね、ヘルメットの紐とか気にしてね、ちょっと面倒くさかったりとかねするんですけども、今度これだとヘルメットについてるので、だからちょっとこうなんていうんですか、シールド的なねものになってます。はい、なので使用方法、だからこのヘルメットの先っちょにつけるような形ですかね。はい、このヘルメットのこういう先端のところですね、ちょっとこれ開けてつけてみようかと思いますけど、こんな感じで説明書がありましたけど、まあ、こんな形のものですけど、こんな感じ。ちょっと今回初めて使うのでちょっと分かんないですけど、まあ、ちょっとここに刺せばいいだけだと思うんですけどね、一回ちょっと刺してみます。はい、これで刺してみました。刺してこんな感じですよね、単純に。でこれがこうなる。これだとちょっと位置が違う気がするんですけど、どうなんでしょう。こういうことか。あ、こうなるんですね。ちょっとね、ちょっとこれややこしいっていうか分かりづらかった。慣れてないから、ちょっと今こういう状態だったので、どうしてもここ顔があるので、ちょっと遠いなと思ってたんですけど、ここからさらにこういって、でこういう感じになるんですかね。あ、これだとしっくりくる感じですね。もしかしたらこれ便利かもしれないですね。あ、これいいですね。これいいかもしれない。ちょっとなんていうんですかね、こう見た目どうなんだろう、こう上げておけて、あ、これいいかもしれないですね。これこんな感じで、一応サングラスかけたりとか、メガネ、保護メガネするとちょっと大変ですけど、まあ、これだったらちょっといいかもしれないですね、作業するときにね。特にこうなんていうんですかね、草刈りの作業とかね、あとは農薬の散布とかね。ただこれ畳み方がちょっとよくわかんないですけどね、どういう状態でいるのがいいのか。一番コンパクトに、これコンパクトに置いとけない。ちょっとこのゴーグルのところ傷になっちゃいそうですけどね。使用しない時って書いてあるんですけど、使用しない時はだからこういうとか、使用しない時、あ、こういうことですね。あ、使用しないときはこんな感じですね。はい、わかりました。使用しないときはこんな感じで、使用するときはこんな感じで使うというね。はい、あ、いいですね、わかりましたね。はい、いや、これちょっと慣れないと、ね、あ、ここになんか引っ掛けるのがあるんですけど、あ、そういうことかな。ここにこうなんか引っ掛けるんですけど、これはここにこう引っ掛けるようかな。あ、そんな感じですね。あ、そんな感じですね。はい、まあ、こんな感じですかね。
はい、ですのでちょっとまあまあこれちょっと初めてな感じですけど、ちょっとあの取り外しもこんな簡単にできるということで、はい、これちょっといいかもしれないですね。ちょっと実際ちょっとヘルメットかぶってね、なんか作業をちょっとこれでしてみたいと思います。